ビハ八島、聖堂、パブシン広場と、噴水ビハ八は、ボスニア・ヘルツェゴビナの町、及び、それを中心とした基礎自治体であり、同国の北西部に位置している。同国を構成する二つの構成体のうち、ボスニアク人やクロアチア人を主体とした、ボスニア・ヘルツェゴビナ連邦に属し、ウナサナ県の県都である。町が登場する最古の文献は、1260年の クロアチアトプスコの所領を示したハンガリー王国のベーラ四世のものであり、1262年に自由都市となった。ビハチは一時期、ハンガリーとの同訓連合にあったクロアチア王国の首都であったことがある。14世紀に自由都市の地位を失い、フランコパン家の所領となった。16世紀にオスマン帝国との戦いが始まると王国の直轄領とされた。 その後1592年にオスマン帝国によって陥落されるまで抵抗を続けた。ビハチ要塞はその後オスマン帝国の北西端の守りとなった。西京都のセルビア人ブラフから回収したハサン・パシャ・プレドイエビッチを最小とするビハチ州の中心となったが、後の1699年、オーストリアとの交争が続く中でにボスニア州に統合された。1865年、 再び、ビハ八州の中心となったが、1878年に、ボスニアは、オーストリア・ハンガリー帝国の支配下となった。その後平和な時代が続いたことは、1888年に、町を取り巻いて、平原から隔離していた城壁が、取り払われたことからもわかる。新しい政府は、学校や公共施設を建造し、町の発展は加速された。 ユーゴスラビア王国建国後も西ボスニアの中心地として繁栄したが、1930年代の世界恐慌によって経済発展が阻害された。第二次世界大戦中は数軸国、ファシスト勢力と戦っていたユーゴスラビア共産党を主体としたヨシップブロズキを率いるパルチザンの拠点として機能した。1942年11月、 ユーゴスラビア人民解放反ファシスト会議の第一回会合がこの地で開かれ、反ファシスト闘争の中心地となった。そのため、数軸勢力から標的とされ、1943年にドイツ軍に再占領され、1945年にドイツが敗退するまで占領が続いた。ビハチを中心とする地域は、ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争の激戦地となった。この地域は、 ボスニア・ヘルツェゴビナ共和国軍が支配していた一方、その周囲はセルビア人武装勢力に包囲され3年間にわたって孤立していた。1995年夏にクロアチア共和国が将軍アキフ・ルダコビッチ率いるボスニア・ヘルツェゴビナ共和国軍と共同で実施した嵐作戦によってクロアチアの勢力圏と結ばれ長い包囲から解かれた。博物館と フンボカファナビハチとその周辺は豊かな自然に恵まれている。街のあるウナガワ渓谷はザグレブやダルマチア地方からのアクセスも容易である。ウナガワでは毎年恒例のレガッタやビハチの夏という演劇の催しなどが開かれる。ビハチ自治体の領域はクロアチアとの国境に面しており、街の中心から西に向かったイザチチ付近自治体のリチコペトロボセロである。 および町の中心から南に向かった立派地付近であるでクロアチアとの行き来が可能である。ビハチはザグレブからダルマチア地方に至る最短ルートの上にある。ビハチ大学は1997年に開設され、7つの学部がある。地元のサッカークラブとして NK イディンストボビハチがある。ビハチにはプレミンガービール醸造所がある。また、主要な建物や、 道路の修復が進められている。ありがとうございます。